なんとですね、5月発売予定の IRCT をどうしても触らせろ、どうしても投げさせろという某メーカーのスパイがスパイ君がやってきまして、まあこれ我が家の近くなんですけどね、うん、ということでね、ちょっと今からスパイ君にね IRCT を触ってもらって投げてもらって、はい、ね、クリアブルーベイトインストラクターの修正です。ああ、はいはいはい、よろしくお願いします。ということで家のねすぐ近くの、川へ今歩いていってます。はい、はい、修正君、はい、残念ながら雨ですよ。そうなんですよね。どうしましょうか。ちゃっとやってください。はい、まあ小ぶりなんでね。そうですね。でも、うん、ちょうどいいじゃないですか。一番ベタなぎでやるよりも説得力がありますよね。なるほど、なるほど。っていう自信作ってことでいいですよね。はい。まずは見た目、触っての印象とか、なんか質問があれば。そうですね。まあ、すごい小ぶりでかっこいいなっていうのがまず。はい、はい。色がいいですよね。レオンカラーっていう感じ。インクスカラーか。ね。インクスカラーでもあるし、僕が35年乗り続けている、78ランクルプラドの色でもあるし。ですね。これ、あ、これかっこいいなと思って。で、思ったのが、写真見た時におって思ったのが、このスプールっすよね。ほうほうほう、やっぱり。うん、で、ブレーキとかも今から投げてみないとちょっとわかんないですけど、うん、月下美人が出た時にも思ったんですけど、ベイトリールで細い糸を使おうと思った時に、やっぱり糸がまあ浮くと、バックラッシュしそうになった時に、ここにね、糸がはまるんですよ。そうね。うん。それをなるべくなくそうっていう構造なんだろうなっていう、ちょっと思いました。さすがベイト野郎だね。そう。月下美人のが出た時にも、おお、すげえなとは思ったんですよ。うん。で、まあそういうような、ところと、あとこれ、エアスプールじゃなくて SV スプールですよね、一応。そこが重要なのよ。ですよね。いわゆるベイトフィネスと呼ばれる、うん。浅溝の、肉抜きしまくってスプール。はい。確かね、軽いの投げやすいよね。はい。でも、果たしてそれが本当に我々ライトゲーマーが海行って、デフォルトがフルキャストじゃない、うんうん、に本当に向いてるのかって言ったら、そこ疑問符がずっと僕はあったんだけど、そこどう思う？まあ僕はですね、一応アジングメーカーで、まあライト、すごい軽い1グラムとかを使うんですけど、うん、ただ5グラムとかの、それこそサビアとかを使うときに、フルキャストするときに、ちょっと弱いんですよね。怖いなっていうのもあるし。怖いのがね。怖い。いや、それが例えば今5グラムって言ったけどさ、はいはい、実際僕たち、ネバリング主体の人間は、2グラムの空気抵抗の大きいプラグでさえフルキャストするわけです。ああ、しますね。はい。そこで、うん、果たしてどうなのって言った時に疑問符が浮かぶのよ。なるほど。そこをね、後で実感してください。そう、わかりました。その後はなんか気がついたのか。これハンドルがいいやつですよね。ああ、はい、これはすげえいいやつだなと思って。はい、と、あと、このゼロアジャスターのキャップ。うんうん。なお、このあたりはこだわりだなっていうふうには思います。うん、で、あと PE スペシャルなんで、レベルワインドの速さ。お、気がついたんだ。ああ、もちろんもちろん。あやまきね。あやまきですね、うん。こうすると、あや、スペース巻きになるんで。スペース巻き、あやまきになる。そう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 。これがね、ないと、やっぱり PE 使いにくいなっていうので、実はあんまり言ってないんですけど、俺のアルファスは改造してます。あやまきに。月下美人のやつ入れ込んで、やったりとか。そういう工夫をしてつけてるんで、これは、すごいいいなと思います。はい。スプールはもうやっぱり投げてみんことには分かんないところだと思います、うん。じゃあ早速、キャストを。はい。ね。よいしょ。もうスーツ濡れちゃってるよ。大丈夫かな。大丈夫、大丈夫。よし、じゃあ投げましょう。はい。ということで早速投げてもらうんだけど。はい。もうね、今まで発表してるのは3から10グラムが快適にフルキャストできますよ。はいはい、まあこの辺は皆さん伝わってると思うんで、うんうん、実はね、かなり軽いとこまで普通に投げれちゃうんだよ。ぜひ、ベイトキャスターである修正君には、ね、今日は軽いとこ投げてもいいなと。本領発揮ですね。投げにくいとこ、まあ普通だとちょっと強く振ればバックラッシュするようなね、はいはいはい、ものを中心にちょっとやってもらいましょうか。わかりました。取っとっておきます。まずはね、ええ、これ、アミコン。ああ、いいですね。うん、3グラムでしたね。3グラムですね。よいしょ。でも、アミコンって、3グラムあるのに、すごいファットじゃないですか。そうそうそう。なんで、空気抵抗結構強くてですね。で、特に今日雨、ちょっと小雨降っちゃってるんで、今日は多分なかなか投げに、コンディションとしては良くない日ですよね。そうね、ライも濡れるし。そうそう。じゃあちょっと、せっかくなんで、後ろまで降りて。さっきまで雨止まってたのにね。そうですね、おっと。危ないな。条件悪いです。
願いします。じゃあ、ブレーキは、まず、レオさんが言うところの8で。いつも7っておっしゃってますもんね。そう。7か8。7か8ですよね。はい、ちょっと強めぐらいで。はい。よいしょ。よし。おー、いいな。まだいけるな。ちょっと次は7で。うん。全然糸が浮くような感覚がなくてですね。今8だったのね。今8です。まあ当然だな。うん、7。あ、めっちゃ飛ぶやん。だいぶ伸びたね。8と7で。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31。30いきますね。すごいですね。すごい？すごい。いや、全然なんか浮く気配がなくて。なるほど。引っかかりもないし。よいしょ。おぉ、結構いい音させて振り切ってるね。おぉ、もう完全にフルキャストです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、38、39、40、41、42、43、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、34。おぉ、素晴らしい。すご。ちょっと、ま、このブレーキの穴っていうのが、はい、実は、デフォルトで設定なの。はいはいはい、はい。設定というかおすすめ。で、何を言いたいかというと、誰もが安心して安定して、薄暗いとこでも船の上からでも、安心してバックラッセルに投げれる設定が、基本7なんだよね。で、上手になればそこから6だ、5だって落としていけばいいんだけど、ベイトって、ベイトキャストってやっぱりちょっと敷居が高い。それをいかに低くして、なおかつ、フルキャスティングの飛距離が出るか。これが一番命題なのね。そうですね。なんか、投げてる時に安心感あります。今3、2、3投しかしてないですけど、うん、初めのところで糸が浮かないっていう安心感が、1回目の時はちょっと強めにして、どうなんかなって癖を、やっぱリールの癖ってあるじゃないですか、うんうん。それを見に行きましたけど、その後7に落としても全然浮かないんで、初めのところでのブレーキのかかり方が理想的なんだと思うんですよね。で、ベイトで一番バックラッシュするのって、結構皆さん着水の時のサミングって言うんですけど、違うんですよ。投げて、初速の時の、糸の、あ、スプールの回転の速さの時でバックラッシュするのが多いんで、実は着水の時の、バックラッシュは、そんなに問題じゃない。ぶっちゃけ。ここの時の初速をどうやって抑制するかがブレーキの肝だと思うんで。初速はどうしても強いから速いわけ。はい。でも、そのままだとバックラッシュから締める、うん。締めると飛距離が出ない。ところがこれは両立してるんだよね。ああ、すげえな、うん。じゃあ早速、じゃあ次は2グラムを。そうですね、ちょっと。うん。ジェイド行ってみましょうか。ジェイドもね、これ投げてる人はわかると思うんだけど、スピニングでも飛距離が出ない。非常に2グラムといっても投げづらいプラグなんで。ジェイドが投げれたら相当ですよ。そう。わかってる人はわかっている。ベイドキャスターなら。うん、普通ジェイド投げない。いや、投げんな。8に戻して。見よう。わあ、なるほど。全然いい。1、2、3、4、釣りができる距離飛んでるよね、8でも。9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20。7で。7で。はい。あ、伸びた。おー、すごい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23。はあ、すげえな。素晴らしい。あ、もっと伸びた。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24。おぉ。さすが、ファンキーベイト野郎。ちょっと6まで落としてみよう。これはね、バックラッシュする気がするけど。あ、大丈夫だ。あ、すごっ。見ました。見た。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28。すごい。すごい。2グラムだよ。しかも、ジェイドでもこれは、ジェイドサスペンドだからすごい軽いんだよ。ああ。抵抗かかりやすいし、姿勢も安定しなくて飛びにくい。うん。プラグは。25巻き以上だね。はい。ああ、すごいな。いや、今も飛ぶわ、これ。いきなり6へ落とせっていうのは僕は言いたくないよね。そうですね。7で練習してもらって。7、うん、7、8ですね、うん、ジェイドは。8で練習して、で、竿がちゃんと曲げれるようになると落とせるけど、でも例えば、
そのボートで、うん、これしっかりフルキャストして20メーター飛ばせるんだったら、うん、また新しい以降戦略が組めますよね。突っ込める。うん、あ、すげえいいな。いや、で、あの、ボートでライトゲームするときって、ね、結構小技を使ってやるようなイメージあるかもしれないですけど、そうは言っても飛距離いるんで、やっぱりコンパクトにフルキャストできるっていうのがすげえ大事になるんですよね。ちょっと投げますね。これで、ちょっと今雑に投げたんですよ。はいはい。でも、ちゃんとそこそこ距離も飛んでるし、そう。あの、テイクバックもあんまり取らずにスパッと投げてバックラッシュしないっていう安心感はすげえですね。今のキャスターテイクバック小さめに投げたね。投げました。なるほど。普通だったら、ビギナーが今のような投げ方してたらバックラッシュするんだよ。する。歩く。で、するけど、それはやっぱり、ある程度練習の末に、ここには絶対みんなできると思うんで、なるほど。それを叶えてくれるリールですよね。これで。ああ、すごい。十分飛んでるね。で、これが足場の悪いところで、うん、あの、狭いボートでって考えたときに、これができるだけで、相当で戦略の幅が広がる。いや、これで、その、比較的飛ばない、投げにくい、バックラッシュしやすいプラグで、うん。うん。その中でも極めつけのジェイドサスペンドで投げてもらったんで、次はね、ちょっと皆さんイメージがないと思うんで、ああ、もうスパーンと軽いとこ行っちゃおう。ああ、行きますか。1.5 グラム、ビヨンと。ジグ8投げたらどうなのってね、皆さん知りたいとこなんで。1.5 グラム。1.5 グラムで、これワームは、あの、あえてちっちゃいの、軽いの。0.3 グラム。はいはい。だから合計 1.8。なるほど。ね。これが投げれたら、ほとんどライトゲームいけちゃうってことになるからね。いけますね。そこをね、あの、味わってほしいし、みんなにも見てほしいんだ、一番。なるほど。じゃあちょっと、いきますよ。ブレーキは、もう7で。7でいきます。わかりやすく。はい、お、飛ぶさすがプラグよりよく飛ぶぞ。飛ぶ !1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28。1.5 でね。1.5 で。飛ばす。いや、すごいな。初速の、いや、さっき話したみたいに、初めにバンと振ると、バックラッシュするんですよ。うん、それが、ぐって、その、しっかりブレーキが適度にかかってくれるんで、うん、ああ、チキューさんすげえな、これ。ちょっと、個人的な変身になりますけど。いや。これおもろい。今のは実は、普通にバックラッシュさせるぐらいの勢いで投げました。なそうね、うん。しない。全然、浮いただけ。あ、浮いただけだ。浮いただけ。浮いた、今ダイヤル 7? 7っす。7を本気で投げ、振りました。もう一回やろう。ちょっと、7を本気で振る。で、その、僕はアジングで、ベイトアジングで人に教えるときに、うん、すごい感じるのが、やっぱスピニングで、すごい振るじゃないですか、みんな。そうそう、剣道の面打ちみたいな振り方で、ね。そうそう、パーンって振って、で、結果バックラッシュするからブレーキ上げて飛ばないっていう風になってる。そう、すごい感じるんですけど、でもそれをしても大丈夫っていう安心感がある。そう、いけちゃう。いけるな、すげえな、これ。よいしょ。もう一回。うぅ、あ、すごい。思いっきり振ったね。振りました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30! うわー、すっごい出来に。すげえな、これ。いやいや、リールがいいですよ。いや、でもこれは、今のみたいな無茶な投げ方しても大丈夫。ちょっと待ってよ。これ 1.5 グラム。はい。あんまちっちゃいのつけてます。はいはい、これを普通スピニングで投げて、過去の俺、スロールでね、はいはい、測ったことあるけど、20メーターなかなかいかないからね。そうです。意外とそんなもん、ね。あ、そうなんですね。スロール重たいから。で、ビートルが飛ぶな。うん、そうなの。今、30巻き。行きました、行きました。よ。うん。3波20し、低く見積もっても22メーター飛んでんだよ。はいはいはい。これはすげえね。びっくりした。そうか。いやいやいや、今日ほんと仕事中に雨の中スーツで来て投げてもらってよかった。いや。だって僕ここまでできてないもんね。いや。やってないからね。いや。すごいな。リールがいいです。これちょっと1グラムとかないですか ?1 グラムのルアーあったね。ありましたね。なんだっけこれ、なんだったっけジャコ。アゴメタル。アゴメタルか。これはジャスト1だよ。ですね。せめてワームをつけたかったですね。1って言ったら。チャレンジングだなぁ。さあ。で、IRCT1 グラム。一応ブレーキ8で。どういう風に投げれるのか。おっしゃ。うん。フルキャストで。もう、
いや、なんか安心感があるんで、いきなり1グラムでもフルキャストできるなと思うんですよ。よっしゃ、いますよ。おーっと、あ、ちょっと浮いた。あ、でもちょっと浮いただけ。ちょっと浮いただけ。あれだけ振れば普通ばっかり進むって。すごいな、これ。これは、慣れたら、上手くなったら1グラム投げれるってこと？投げれますね。よいしょ、いきますよ。おー、行く行く。これは、作り手の想像ちょっと超えちゃってるね。おー、そうでも全然。これ、サビオで投げたらもっと楽に投げれる。あー、そうですね。わあ。お、飛んだ。これはいいんだね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23。すごい。すごい。今ね、ブレーキはでも7ですね。これ以上落としたらちょっと危ないなって感じがします。うんうん